新市街地もねえし、町も少し違うってばさ。狐のチャクラを刈り取らせていただきます。うん、警告警告。ここは過去の木の葉なのか。ちょうど五代目火影綱手が治める時代になります。やはり裏敷の狙いはナルトだったか。こちらが先にこの時代に着いたのは幸いか。サスケさんのファッションセンスよくわかんねえな。そうか。すっげえ、全然知らねえ街みたいだ。一楽ってこんな小さな店だったのか。静かにしろボルト。父ちゃんの居場所ね。なあ、あの人もしかして。さくらだ、まずいな。あの、なんか呼びました？里には知っている人間が多すぎる。せっかく過去の木の葉に来たってのにずっと隠れてなきゃいけねえのかよ。つまんねえの。こんなとこにボーッと突っ立ってんじゃねえ。最悪だ。え、父ちゃん。は？父ちゃんって誰のこと言ってんだよ。やっべえ、そんなの放っておけ。すぐに追っ手が来るぞ。うん、写真で見た父ちゃんの師匠だ。追われているのか。なら俺たちに任せてくれよ。いいのか。じゃ、頼んだぞ。勘違いだ。犯人は大人と子供の二人組だったぞ。よし、なんとか逃げ切ったの。ど、うん、何をしてるんだ、二人とも。ズビバジェンディズだ。次はお前たちだ。お前たち見かけない顔だな。里には何の用だ。ん、うん、なんか怪しいってばよ。お前たちにはピンとこないかもしれないが、そう簡単にお前たちを信用できるわけがなかろう。ジライア、ナルト。おっちゃん。なんだ。オッケー。こいつやりやがる。とにかく頼んだぞ。だが、お前たちのせいで余計な仕事が増えちまった。お前たちがバカみてえなことしてっからこうなったんだろ。懲りねえんだからよ。監視しろっつったってな。さくらちゃん。俺とさくらは近すぎる。俺は距離を置いて監視する。あれ、あなた昼間の。ん？あなたナルトにそっくり。はぁ、あ、冗談もほどほどにしてくれってのさくらちゃん。え、もう一人はどうしたのよ。勘弁してくれってばよ。じゃあもう私は帰るから。俺もさっさと宿でも探して。おい、どこに行くつもり。おっちゃんを見失っただけでもやべえんだ。綱手のばあちゃんには怒られたくねえからな。ここが子供の時の父ちゃんの家か。一人暮らし。さあ、ずっとだってばよ。あ、そんじゃ飯にすっか。ごちそうね。子供ん時から好きなもん変わらねえんだな。いただきます。だろ。